ハッシーです。今回はですね、童謡の歌にある赤い靴、ね、赤い靴の真相について、ちょっと述べます。いきます。童謡の歌でね、赤い靴というのがあるんだけど、これがね、要はアレレのなんちゃら、ね、そしての明治の後半、明治維新の時にね、三菱財閥の、ね、岩崎なんちゃらっていうのと、日本郵政のなんちゃらっていうのと、そして、ね、千代田区のてんてんちゃん、ここら辺が一味が大悪党が、ね、たくさんの日本の若い女性を嘘をついて船に乗せて、ね、欧米に売っちゃったって、ね、この辺の話のこれの暗号的な歌、ね、赤い靴、ね、ちょっといきます。まず歌から、ね、赤い靴履いてた女の子、異人さんに連れられて行っちゃっただよ、ね、次だ よ、すごいよ。2番はさ、横浜の鳩場から、ね、船に乗っていい人さんに連れられて行っちゃっただよ。3番、今では青い目になっちゃって、異人さんに会うたび考えるだよ。ね、4番、赤い靴見るたび考える、異人さんに会うたび考える。5番、生まれた日本が恋しくば、ね、青い海眺めているんだろう、偉人さんに頼んで帰ってこいだよ、うん、で5番まであったのがね、驚きましたと、ね、うん、そしてこの歌詞を読んだ時に、日本の裏歴史における裏の歴史で、ね、悪魔教のことが瞬間的にわかる内容だよだよ。アレレのなんちゃら。ね。これは、ある意味、暗号。うん。謎解き。ね。当時はこうやって、歌にしたりなんかにして、真実を、ね、後世に残そうとしてやったん。なぜ？これをちゃんと表向きでまともなこと言ったら、すぐ殺されてたから。だから、暗号にしたんだよ。で、この歌のモデルになった女の子、このモデルの、なった女の子は佐野キミさん、ね、現在、実在の人物だ、実在にいた人、うん、キミちゃん、明治35年、1902年、静岡県静岡市の日本平の生まれ、ね、この子の父親、誰かもわからないと、ね、うん、私生児だった。母親がこの子を産んだのは18歳、未婚の母だったよ。うわぁね。キミちゃんについてはネットで調べるといろんな説がある。どれも証拠はない。今回この方の、調査によるとね、この少女の生涯を、まあ、仮説として紹介しますということです。東京の港区麻布十番に、キミちゃんの像というのがある、うん、僕知ってる、これ行ったことある、しょっちゅうね、車でも通るし、キミちゃんの像ね、うわキミちゃん、うん、一般的にはキミちゃんは、ある宣教師夫婦が一時的に引き取ったの、うん、諸事情により彼女を東京の麻布十番の同じ系列教会の孤児院に預け、アメリカに帰ったと言われている。キミちゃんは、そこで暮らし、病床のまま9歳の短い一生を終えた。これが表向きの話。キミちゃんがいた孤児院は、この像からちょっと歩いた場所にある十番稲荷神社になっている。十番稲荷神社、うん、
キミちゃんは実際にはこの孤児院からヨーロッパのバチカンに送られたんではないかと推察されると、つまり組織的な子どもの誘拐、ね、悪魔の儀式、この時からあった、その拠点になったのが当時のアメリカ公使館。これは現在の麻布山善福寺、ね、麻布山の善福寺、今あんでっかい神社があんだ、敷地が広い、もともとアメリカの公使館だった、でちゃんと書いて、こう何石碑でさ、最初のアメリカの公使館跡地って書いてある、写真もある、境内には、興味深いシンボルがたくさんある、十字架、ね、十字架、いろんなところにある、あと聖母マリアの UFO だってさ、あと亀のシンボル、それからレプテリアンを表すシンボル、こういったのもある、そして日本最高額1万円札の福沢諭吉の墓もあるんだってさ、ここに、確かにある。で菊の紋章もある、悪魔教の儀式について、彼らはユダヤ人の一部のグループ、ね、5000年前から世界中で悪魔教の儀式をやっていた。その目的はたくさんある。悪魔のパワー、地位、名誉を得ることもある。さらに恐怖心を与えて、殺害する子どもの、ここから抽出される物質、アレレのなんちゃら、ね、消化体、彼らは欲しかったんであろう。アレレのなんちゃらという単語で検索するといろんな情報が出てくる、ね、簡単に言うとアレレのなんちゃらは血が副腎化され、恐怖を与えて殺された子どもの消化体でのみ見つかる薬物だ。消化体だけだからもう最高のドラッグだね。中世ヨーロッパでは子供を拷問し殺害するときに鉄の少女という、拷問器具に閉じ込めた。うわーすごいね。この中に無数の針があり、扉を閉めると全身を串刺しにされ、ね、喘ぎ声を上げながら長時間苦しんで死んでった。悪魔教の信者たちはその血を飲んだ。キミちゃんの像はこれだった。こうやって拷問されて殺されたと。これはちょっとあれだな、バンされるから橋本チャンネルの4だな、この薬物を服用すると抜群のアンチエイジングの効果があり、女性など老けない。またスポーツ選手はすごい身体能力が上がる。そして女優、俳優、ね、スポーツ選手がこの悪魔教の儀式に参加したがるのである。この子供たちの生き血を飲むとすごい変化がある、身体的な変化がある。一度やってしまうと、一度これをやめてしまうとゾンビのようになる、だから一回手を出すともうやめられなくなる。でクリントンが、ね、前大統領がこれを
辞められた時、ね、接種できなくなった時の写真が出てるけど、まあひどい、うん、ちょっと一旦ここでね、もう10分経ったんで、動画切ります。ちょっとこれね、バンされちゃうかもしれないから、この動画は橋本チャンネルの4で、動画を上げます。ありがとうございます。